回もですね、前回同様にですね、ディアジョージャパン様の新商品、ロー&ゴーの、説明をしていきたいと思います。今回この後半に関しましては、実際にですね、ロー&ゴーのカクテルだったり飲んでみて、どんな味わいかを皆様に説明していきたいと思います。はい、はい、それは今日皆様にやっと試飲してもらえる機会が来ましたので待ってました。お待たせしました。待ってました。まあ、前回もお話しした通り、これはアイリッシュウイスキー、ブレンデッドのアイリッシュウイスキーですね。ちょっと度数高いんですけど、飲んでみたら多分すぐ気づくと思うのが、すごく滑らかで飲みやすい、すごくアイリッシュウイスキーならではの滑らかさですけど、存在感がすごくしっかりしているんですよ。バーテンダーさんたちがカクテルに抜くようにデザインしたウイスキーですので、でもストレートもすごく美味しいので、ちょっとぜひじゃあ試してみてください。はい、はい、ちょっとご用意しましたので、ご用意していただいたので、はい、飲んでみます。ぜひいただきます。はい、いただきます。あ、香りが前回詰めありましたのバーボンダルで熟成しているということ で、バーボン特有の香りを感じますね。はい、はいはい、そうです。バーボンダルは新しいホワイトオークの樽を焼いたものしか使えないんですよね。で、そのホワイトオークっていうのは、このバニリンっていう成分がすごく多く含まれているんですよ。バニリンちょっと似ているんですけど、バニラに似ているじゃないですか。はい、本当その通り、ウイスキーとかにこういうすごく甘いバニラっぽい香りを移すんですよね。味はどうですか？すごいバニラっぽい。バニラですね。甘いちょっとデザートっぽい、クリーミーな、はい、ちょっとぜひ味見してみてください。あ、でもなんかアルコール度数45って聞くと、やっぱりもう少しアタック強いのかなと思うんですけど、実際飲んでみるとこう、まろやかというか、そのまま入ってきますよね。はい、これが本当にカクテル、これから多分作っていただきますが、また顔を変えていく、その流れをですね、ちょっと多分楽しみにしていきたいと思います。全然違いますね。やっぱり日本でウイスキーの飲み方といったら、一番人気がハイボールですね。ですね。はい、世界でもやっぱり日本の一番有名なカクテルはハイボールだって海外のバーテンダーも思ってるぐらいですよね。確かに、アイリッシュウイスキーのソーダ割りってどこでも見かけますもんね。ちょっと今日は皆さんにちょっと変わったハイボールを、なんですか？ハイボールはハイボールで、日本でハイボールっていうと、そのウイスキーの炭酸水じゃないですか。そうですね。はい、ハイボールっていうのは、あくまでカクテルの種類なんですよ。はい、ハイボールグラスで作るカクテルのことを示していまして、なので炭酸水じゃなくてもいいんですよね、ウイスキーハイボールは。ということは今回は炭酸水ではなく、トニックウォーターを使ってハイボールを作りたいと思います。ちょっと初めてなのに、ね、怖いね。逆になんかいいね。そうですよね。ちょっと大丈夫かな。結構トニックウォーターっていう色目と聞くと、ホワイトスピリッツと合わせるものだって結構思うんですよね。ジンとかウォッカ、たまにテキーラの人もいますし、私も前までそうだったんですよ。ですけど、ここの蒸留所の、ヘッドディスティラーに紹介してもらった飲み方がこのロー&ゴートニック。これはちょっと新しいですね。はい、これがもう一回飲み始めたら私も止まんなくなったんですか。楽しいですね。結構ちょっとハマっちゃいましたね、これは。まあ、それこそ本当にウイスキーにこう苦手な方とかでもやっぱ飲みやすい。あ、そうなんですよ。やっぱり炭酸水とは違って、トニックウォーター炭酸がちっちゃいじゃないですか。はい、泡が。はい、で、私結構そういう強炭酸とかすごく苦手なんですよ。ハイボールとかも結構ちょっとくるくるくるってちょっと回して、炭酸ちょっと今ちょっと弱くして飲むって感じなんですけど、これすごく微炭酸で、ですけどちゃんと泡のシュワシュワ感もあって、あとトニックウォーターにはちょっと苦味の成分と糖分があるじゃないですか。はい、あります。はい、でその苦味がちょっとそのウイスキーの奥深く眠っている旨味をすごくいっぱい出してくれて、普段ただ炭酸水で飲むハイボールとは違って新しい味を味わえるようになります。ですけど、まあ炭酸水だけ足すと、ただちょっとウイスキーを炭酸水で薄めてるってイメージがあるんですよ、私にとっては。ですけど薄めるだけではなく、何かじゃあもうちょっと個性も足せたらいいんじゃないかと思いまして、はい、ピンクグレープフルーツですか。ちょっとガーニッシュにこれピンクグレープフルーツですね。全然違うねハイボールになりましたね。これはなくても全然美味しいんですけど、やっぱりあ、なく
あるのとないのを飲み比べると全然違うんですよ。はい、ちょっと楽しみですね。試してきました。試してみてください。ありがとうございます。はい、どうぞ。いや、どうですかこのね、トニックですね。おしゃれですね。ね、色も可愛いですし、こういう夏の日とかちょっと蒸し暑い日とか最高ですね。 いいですね。はい、いただきます。はい、いただきます。いいっすか。うわ、美味しいね。いかがでしょう。めちゃくちゃ美味しいですね。ちょっとウィス甘いウイスキーなので。そうですね、ちょっとこの苦味があることによって、うん、甘さを少しカットしてくれて、うん、でちょっと微炭酸なので、うん、ちょっと舌が刺激されすぎず、ウイスキーの味もちゃんとまだ味わえるんですよね。うん、しかもこのロー&コー のバーボンダルで仕込んでるその甘さっていうのがしっかりこう際立っていましてですね、飲み口はこうさっぱりしてるけど、最後 の, こうフィニッシュのところがまろやかなので、本当に闇がなく飲めるなっていう感じがしますね。で本当グレープフルーツのこのすごく独特な甘い、ちょっとジューシーな、ちょっと苦味のある香りがすごくこのすごく甘いバーボンダルのウイスキーと相性がすごくいいんですよ。すごくバランスよく、シンプルなんですけど本当にカクテルっていう、ね、カクテルだね。そう、めちゃくちゃ美味しいです。はい、じゃあちょっと最後に皆さんにもう一つウイスキーカクテルをお告げしたいんですけど、やっぱりこれは海外でやっぱりウイスキーカクテルって言ったらみんなパッて言うのがオールドファッションなんですよね。そのオールドファッションの基本的バーボンウイスキー、アメリカンウイスキー、まあ、バーボンの時もあればライウイスキー使う人もいますし、でまあそうですね、アメリカのカクテルなのでやっぱりアメリカンウイスキーを使うっていうのが多いですね。ですけどこちらロー&コーを使うことによって飲み慣れてるオールドファッションとは結構違う楽しみ方できます。こちらも本当に今日はすごくシンプルにクラシック通りに、まあ、ウイスキーとアンゴシュラビターズですね。こっちがちょっとシュガーシロップと、これ私もアメリカに住んでた時期が長かったんでウイスキーって思うとすぐオールファッションだって思っちゃうんですけど、本当にこのロー&コーバーテンダーさんたちがやってほしいのが、いつも作ってるウイスキーカクテル、いつも毎回使ってるウイスキーをちょっとロー&コーに変えてみたので、どういう風に味が変わって、どういう風にいつも飲み慣れてるカクテルが変わっていくのかとかも実験してみてもらいたいですね。普段はオレンジピールなんですけど、今日はちょっとさっぱり感を出すにレモンピールで作りしますね。最後にグレープフルーツビターズでちょっと柑橘感のローマのコールドファッションですね。いただきます。いただきます。です。はい、あ、香りはすごくさっぱり、ドライな柑橘感があるんですけど、ま、違いますね。口に入るとリッチな、はい、甘いクリーミーな味わいですね。クリーミーな感じですね。すごいクリーミーな。ちょっと海外というかレモンメレンゲパイとか、ちょっとレモンクリームのタルトとか、そういうふうなイメージが私は感じます。めちゃめちゃ食べますね。なんかそういうペアリングじゃないですけど、そういうものと合わせてね、飲んでみたいなと思うような味わいといいますか。本当このウイスキーなんですけど、やっぱりお酒そんな強くない人たちでも、とウイスキー嫌いじゃないけどちょっとそんないっぱい飲めない、うん、ハイボールでもう普通30ミリ使ってるんだったら10ミリでも15ミリでも全然味わいはしっかり残ります。うん、ぜひ試してみてください。薄めてもすごく存在感がしっかりしてますので、うん、10ミリ、15ミリを80ミリ、90ミリの炭酸水で割ってもしっかりと味は残るので、うん、どんな人が楽しめると思います。ね、これからウイスキーをこう勉強したいとか学びたい人たちに対してもいい、そうですね。ぜひぜひ。はい、では2回目として、実際ロー&コーのカクテルをいましたが、どうでしたか。いや、なんかね、やっぱり西とも話してましたけど、やっぱ僕らもウイスキーっていうと、まあ、カクテルとなるとやっぱハイボールっていうところだったんですけど、はい、やっぱりさっきトニック割れだったりとか、まあでもそれってやっぱロー&コーの味わいだから実現できるようなものなのかなと思ったので、本当ウイスキーの価値観がですね、我々も変わったなって気がします。本当ですね。いや、本当に美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ではですね、これにて終わりたいと思いますので、もしこの動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録を
お願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。